かりづらいだね。わかりづらいだね。はい、皆さんこんにちは。車の大社員、格差シノピーです。今回はこちらゼウスクリアシラザン50ですね。ガラスコーティング、こちらがボディにもガラスにも使えるということなので、今回はガラスに使ってみようと思います。普段使っているハイブリッドストロングアルファだったりウルトラハイブリッドドロップ、その辺とちょっと比較をしてみて、最終的に雨の日の走行映像まで撮れたらいいなと思っております。とりあえず水はじきの違いですね、そこを比較していこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ただいま全国のジェームスで僕が過去に使ってみた洗車用品のいいところだったり悪いところ、特徴などを記載したポップを掲載しております。洗車用品の購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。はい、そしたらこの車に施工していこうと思います。でガラス現状ですがこんな感じです。弾いております。でこれはもう一旦落として、で半分ずつシラザン50とあとハイブリッドストロングアルファかウルトラハイブリッドドロップを施工していこうと思います。はい、そしたら水垢取りパッドで撥水剤を落としました。こういった感じですね。水弾きはもうありません。なのでここにシラザン50施工していこうと思います。でシラザン50は水と混ざると良くないみたいなので、一旦こう隙間とかも含めエアで飛ばしてからちょっと施工しようと思います。はい、そしたら準備ができたので施工していこうと思います。まずは運転席側にハイブリッドストロングアルファ施工していきますか。OK、 塗り終わりました。そしたら放置します。そしたら助手席側にシラザン50を施工していきます。で大体10プッシュぐらい。ちょっとあんま飛び散らせたくないのでクロスにスプレーしました。こんな感じかな、塗り伸ばすような感じですね。で最初ちょっとやっぱボディと同じでムラっぽくなるんですが、揮発してムラなくなっていきますね。この辺ちょっとムラっぽくなってますね。これはどうなんだろう、だけど乾いていけばなくなっていきそうな感じするね。ちょっとだけ触りますか。まだこの辺今乾いてないような感じですね。軽く触るような感じで、あこの辺とか分かりやすそう。ちょっとねギラついてる感じが若干ありますね。ボディに比べて難しいかも。こんな感じかな、けどちょっとなんかまだギラついてるような感じはしますね。はい、そしたら助手席施工終わりました。で運転席側はちょっと乾くの待ちって感じなんですが、ちょっとねギラついてるかなっていう感じがしなくもない。正直どこまでね拭いていいのかっていうのが分かりづらいだね。分かりづらいだね。ボディの時はなんかさーってこう引いていくような感じだったんだけど、ガラスはなんかちょっとねギラギラってなってる感じが若干するんですよ。どの程度拭いていいのかちょっと分かりづらいですね。ハイブリッドストロングアルファの方は乾いてからちょっと白っぽい変なモヤモヤがなくなるまで綺麗に拭いていくだけなので、そんな難しくないんですが、ちょっとこのね透明なガラスってなった時にちょっとこのギラギラをこう見るのが大変だなっていう感じはしております。一旦乾くの待ちですね。はい、そしたら乾いたので拭き上げていきます。ハイブリッドストロングアルファは濡らして固く絞ったクロスで拭きます。でこの時に何回も言いますが、一発目はどうしても綺麗に拭き上がらないです。ムラになりますけど、はい、そしたらちょっと雨が降っております。で今から走行映像を撮りに行きたいなと
ていった感じですね。で右側がハイブリッドストロングアルファで、左側がシェラザン50ということで、今止まっている状態なんですが、現状ねそんな大きな差はなさそうだけども、ハイブリッドストロングアルファの方が水弾きはいいのかなと思っています。っていうのもこの水滴の大きさっていうのかな、やっぱり全体的にハイブリッドストロングアルファの方が小粒、シェラザン50の方がちょっと大きいものがあったりするので、どうなんだろうっていう感じですね。まあとりあえずちょっと実際に走行して水弾きの違いあるのかどうか見ていこうと思います。はい、そしたらちょっと広い通りに出ました。で雨がねかなり小粒なので、うまく撮影ができるかどうかっていうところなんですが、ちょっと一回ワイパー使ってみます。特にねビビリとかはなさそうで、で、まあ、両方とも一瞬白く曇りますね。これはまあ未施工の場所と比べると一瞬白くなった感じで、まあ、そんな視界に影響はないんですが、ちょっと、ね、一瞬白くなります。わ、かなり小粒になったな。大丈夫か、さっきまでまあまあ降ってたんだけど、走り出すとこれなんですよね本当に。まあ、いっちゃう、まあ、行くだけ行ってみますか。もうちょいね降ってるような予報なんですよね、この先が。お、今一瞬両方とも飛んだね。ちょっと見えにくい場所だったかもしれない。中央っていうよりかは端の部分で、特に左側の左端の方はワイパーが当たらない面積が大きいので、水滴はちょっと大きめなんですね。ワイパー使った後とかはちょっと左側の方が優勢っていう感じがありますよ。やっぱ水滴の動きはハイブリッドストロングアルファの方が速いですね。シラザンの方も水滴は飛んでってます。飛んでってるけど、やっぱ全体的にハイブリッドストロングアルファの方が飛んでってますね。ちょっとね雨が弱いのでかなり小粒なんです。なのでちょっと見えにくいかもしれないんですが、ガラス面に付着してる水滴の量っていうのはやっぱシラザンの方がちょっと多いかなといった感じですね。え、倒れてる、何も取れてない可能性ある。はい、大変失礼しました今モリアで直しました。気づいたら倒れてた、大事なところ全然映ってない。ちょっと行きます。はい、かなり小粒ですが、まあ、これだけでも差ははっきり出てますね。ハイブリッドストロングアルファの方はかなり飛んでいきましたが、シェラザン50の方はまだ水滴がちょろちょろ飛んでいるといった感じですね。わかるかな、ちょっと小粒だから分かりにくいかもしれませんが、ガラスに付着している水滴の量っていうのがやっぱり右と左では大きな差がありますね。ハイブリッドストロングアルファの方が少ない、シェラザン50の方がやっぱ多いっていう感じですね。とりあえず水弾きには違いがありました。よし戻ろう。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はシェラザン50をガラスに施工して、普段使っているハイブリッドストロングアルファとのその水弾きの違いっていうのを見てみました。まあ結果から言うと、初期撥水ですね、施工直後の水弾きっていうのはハイブリッドストロングアルファの方がいいという結果になりました。でシェラザン50の方は3年耐久ということなので、今後ちょっと追ってみていかないといけないんですが、まああの水弾きがまあ3年もしくはまあ1年とかでも変わらずで、最終的にハイブリッドストロングアルファより水弾きがいいっていう形になれば、シェラザン50ガラスに施工するのかなりありなのかなとは思っていますけど、まあ今のところその水弾きだけで見ると、まあ施工直後はハイブリッドストロングアルファの方がいいので、定期的にまあ施工されている方はハイブリッドストロングアルファでいいのかなとは思っております。水弾きの差は結構違いが出たので、ハイブリッドストロングアルファで今のところいいのか
かなと思ってるけど、まあ、この先ですねどうなるのかっていうのは気になる部分なので、まあ、1ヶ月おきだったり定期的にね雨が降ったタイミングでちょっと撮影をして資生堂50の耐久性っていうところを、まあ、ガラス版として見ていけたらいいなと思っております。はい、まあ、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。